皆さん、こんにちは。ドラマや CM に引っ張りだこだった今日のことみさん、現在はその姿を見る機会がぱったりとなくなってしまい、気になっている方も多いかと思います。今回は今日のことみさんの引退説や結婚した旦那さんについてまとめてみました。ぜひ最後までご視聴お願いいたします。まずは簡単に今日のことみさんのプロフィールを見てみましょう。名前、今日のことみ。生年月日、1978年10月18日。出身地、広島県福山市。職業、女優となっています。今日のことみさんは1992年14歳の時に映画「7人のオタク」のオーディションで審査員特別賞を受賞し、同作品でアイドルの今日のことみ役で女優デビューします。この作品では今日のことみの役名でアイドル歌手を演じ、実際に劇中歌「NOW」で歌手デビューも果たしました。1994年には森永乳業の「クリープ」の CM で田村正和さんと共演し注目されました。さらに「エースコック」や「ベンザエース」などその後は多数の CM に出演され、 CM の代表作といえば「イボの糸」だと思います。イボの糸には2011年6月から2019年3月まで CM キャラクターを務めました。1990年代後半からは多くのドラマに出演し活躍しました。今日のことみさんといえばドラマ「白線流し」シリーズや「ショムニ」シリーズなど話題作でヒロインを演じるなど、ドラマには欠かせない女優さんでした。ですが2010年以降はパタリとメディアへの露出が減り、強いて言えば過去の出演作品の再放送などで見るくらいです。最後にテレビ出演したのが2014年のドラマになるので、かれこれ5年以上もの間今日のことみさんの姿を見ていません。現在の今日のことみさんについて調べてみたところ、芸能活動をほとんどしていないことから芸能界引退間近ではないのか、あるいはすでに芸能界を引退したのではないのかとの声も出ています。今日のことみさんの所属事務所パパジュからも引退に関する情報は出されてはいないので、芸能界引退間近であるということはデマであると言えます。今日のことみさんがテレビ出演する機会が減り始めた時期は2013年頃からです。プライベートでは2008年5月24日に1歳年上の舞台スタッフを結婚しています。ちなみに2人の出会いは旦那さんの職業が舞台スタッフであることから一目瞭然ですが、舞台がお二人の出会いの現場です。旦那さんとは2007年7月に仕事場で出会ったと雑誌のインタビューで答えており、おそらく2007年8月17日から天皇賞銀河劇場で上演された「ベニスの商人」でお二人は出会ったのではないかと思われます。交際がスタートし、2008年初めの頃にプロポーズをされ、交際期間はわずか10ヶ月というスピード婚でした。通常であれば結婚した女性芸能人は結婚してすぐに仕事のペースを落とすか、あるいは仕事のペースを落とさずにそのまま仕事をこなす方が多いため、結婚し数年後に仕事のペースを落とした今日のことみさんはレアケースだということがわかります。結婚が今日のことみさんの芸能活動に何らかの影響を与えたと思われる理由は、旦那さんの仕事が忙しくなってきた、仕事を続けることによって家庭内ですれ違いが起きた、子供ができたなどかと思われます。旦那さんの仕事についてですが、結婚当初の2008年は舞台スタッフでしたが、それ以降は昇格し上のポジションに就いたことでお仕事が忙しくなった可能性が考えられます。そのことが原因で夫婦で会話をする時間が減り始めたことから、今日のことみさんが仕事のペースを落としたと考えられます。次に子供ができたという可能性ですが、結婚し5年後から仕事のペースを落としていることからも子供ができた可能性は高いですよね。かつて雑誌の取材で、できたら子供を産みたいと語る一方で、子供を授かることができれば産むが今は自分が大事とも語っています。このインタビューは今日のことみさんの結婚当初のものなので、子供を出産した可能性はありますね。ですが調べてみたところ、今日のことみさんが出産したという報告や今日のことみさんが子供を連れている様子が一切世に出回っていないことからも、子供はいないのかもしれませんね。ということで現在のところ
今日のことみさんに子供がいるかどうかについては不明です。結婚して10年以上の月日が経過し、近況に関する情報も決して多くはないことからも、今日のことみさんは旦那さんと不仲で、離婚の可能性もあるのではないかとの噂もあります。一部では浮気ではないのかとの声もささやかれていますが、今日のことみさんとの旦那さん双方に男女の不穏な情報は一切見当たりませんので、男女関係が原因ではないことは明らかです。また、結婚し、これといった情報が出回らない夫婦に対して、不仲や離婚といったキーワードはよく出るので、今日のことみさんの場合もその一例かと思われます。なので、今日のことみさんと旦那さんが不仲で、離婚する可能性があるという情報はデマ情報だと言えますね。またメディアに露出が減ったことから、庶務にの呪いではないのかという声もありました。これは出演者の方々が引退やメディアから消えたなど不幸なことが起こっているというもの。かつてはフジテレビ系で放送されていた庶務にで共演した江角真紀子さんですが、当時の男性マネージャーに命じ、タレントの長嶋一茂さん宅にバカ息子などの落書きをさせていたと週刊文春が報じ、大騒ぎに。その後江角真紀子さんの仕事は激減し、2017年1月末で芸能界を引退されました。また宝生舞さんは2010年5月31日に公式ウェブサイトにて突如芸能界引退を発表。引退理由については現在も不明なんだとか。高橋由美子さんは2018年に一般男性との不倫が報じられ仕事が激減。さらに高橋由美子さんは人気絶頂の17歳の時、14歳年上の男性と5年間にわたって不倫関係にあったことを週刊誌で暴露。2018年4月30日付で所属事務所との契約を終了し、表舞台から姿を消しました。さらに第4シリーズに出演したベッキーさん、2016年1月交際相手だったゲスの極み乙女や、その他多数のバンドを掛け持ちする川谷絵音さんとの不倫を週刊文春にスクープされ、その後一時休業。現在では2019年1月に元プロ野球選手でプロ野球指導者の片岡康幸さんとの結婚を機に表舞台に登場。約2年間にわたり表舞台から姿を消していましたが、現在は少しずつメディア出演も増えているようです。詳細な引退理由はそれぞれ異なりますが、強いて言えば時代にマッチしなくなったのかもしれません。また芸能界引退説についてですが、ネットでは復帰を望む声が多く上がっており、最近では徐々に芸能活動を再開させているようです。2021年2月には明治座で上演された舞台坂本冬美芸能生活35周年記念公演泉ピン子友情出演にお袖役で出演。また2022年10月には NHK の夜ドラつまらない住宅地のすべての家に出演し、2023年6月には映画愛の小村帰りにも出演を予定しています。これからまた再びドラマで今日のことみさんに会える機会が増えていきそうですね。この流れに沿って今日のことみさんも芸能活動を引退してしまうのではないかと思われていましたが、年齢に合った役柄を演じながら少しずつですが芸能活動のペースを増やしていっているので、今後の活躍にも期待ですね。いかがでしたか？今回は今日のことみさんの芸能界引退説や結婚した旦那さんについてまとめてみました。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録高評価ぜひお願いいたします。それではまた。